プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポを探してね。ここはグラニーの館。姫ちゃんと王くんとパパは地下室に閉じ込められてしまいました。グラニーが出すクイズに正解し、無事に3人とも脱出することができるのでしょうか。どこだここ。姫ちゃん、王くん、ちょっと姫ちゃん、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 どこここ。姫ちゃん、なんで寝てんの。なにこれ、ちょっと、これ見て。なにこれ、走れないんだけど。でしょ、足かせ、足、あんま足、待て。めっちゃ軽そうだね、それ。めっちゃ重っ。王くんいる。王くんいる。王くん。王くん大丈夫。やばいぞ。笑ってる。王くん。笑ってるか。王くん。大丈夫。あ、起きて起きて起きて。王くん、ここどこだ。待って、重たいこれ。重たい。か、か、か。あ、起きて。王くん起きて。王くん起きて。王くん。王くん起きて。王くん起きて。王くん起きて。せっかく忘れたのに。なんで、うちらこの中に閉じ込められているの。いやぁ、どうだ、どこだ、ここなんかめっちゃ寝心地よかったよ。あ、あれ、誰だ、誰あれ。あ、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 私はグラニーだよ。私が出すクイズに正解しないとこの地下室から出してあげない。失敗すると死ぬ。え、クイズって何？何？何この人？誰？グラニーだよね。死ぬ？ダメだね、クイズ。ああいうグラニー？あー、もうグラニー。バケモンだ。This is バケモノ？ Yes。すげえ。It's beautiful。ビューティフォー？ Yes。 OMG、 なんかぶっ壊してんだけど。今さ、うちら地下にぶっ壊した。地下に閉じ込められているけど、グラニーやっつけたらいけんじゃね。確かに。そしたら、うん、鍵奪える。パパ行ってみて。うん、鍵奪える。うん、そう、いけんじゃね。うん、 BBA でしょ、グラニーって。 You BBA? No。 19歳。いけるぞこれ。これワンチャン、ワンチャンどころか、うん、勝ち確じゃね。大学生。パパ、パパ、すごい外した。ちょっとパパ、なんで外すんだ。もうあの脱出するでやっつけるか。バキッ、ね、ちょっと、ちょっといい、ちょっとグラニー、ちょっとこっち来て。いい、オッケーオッケーオッケー。はい、はい、はい、はっ。よし、よし。ちょっとカメラ直すわ。いけんじゃねこれ。いけるんじゃない？いけ！いけんじゃない？いけんじゃない？全然いけるんじゃない？ちょっとこれ中持って、ちょっと見せてくれないか。やだ、待って、触らないで。日本語喋れちゃった。なんか猛虎吐き駆動していい。肩はふーんって、いけんじゃない？うん。あれなんだ？はっ、はられていった。なんか前見えてなくない？あれ何？見えない。後ろ後ろ後ろ。はっ、あった、買った。硬い？やめなさい。あ、待って、やめろー。ちょっと待って、バカしてたら。いや、俺も被害者。大丈夫か？俺が一番被害者。やばい、あの下手に逆らうとやべえぞ。チケ、あ、いた。死刑になる。これグラニーの言う通り、クイズに答えてさ。
脱出するしかないぞ、うん、まともに戦えないぞ、うん、それじゃあこっちでおいで。こっちも出すよ。クイズって何？何？ここに三足のチーズがあるよ。シューズ？何このシューズ？シューズ？青？黄色？赤？答える人はこの位置まで来るように。足動いてないよ。まだ折れてんのよ。これ。何？これ選ぶのシューズ？黄色シューズが一番でかくない？でかいね。あ、これあれじゃない？難易度、難易度。難易度が。青が一番、黄色、赤が一番むずいんじゃない？そういうこと。でも黄色の方がパパ青行くわ、パパ青行くわ。で俺青イメージだ。じゃあ誰か最初はグー、じゃあパイチェーン。最初はグー、じゃあキッパイ、あいこでしょ。あーじゃあ青を選ぶ、うん、じゃあオー君、青じゃあオー君、こあのうちのこのオー君という息子、青を選びます。青は一番簡単なレベルの問題だよ。チェーン。でで、口で言ったぞ、こんなのじゃねえぞ。いけんじゃない、ワンちゃん。フラミンゴの色はピンク色ですね。しかし、フラミンゴのヒナの色は何色でしょうか。ヒナ？ヒナ。ヒナってのはちっちゃい赤ちゃん、赤ちゃん。ピンクじゃないの？ちょい、あれよ、知ってるね。一つだけ教えて。任せろ。え、赤？いけ。答えはホワイトボーイ。正解。イエーイ。ホワイトボーイ。はい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 。知ってるのよ、私。すごく。あのこの前あの動物園行ったじゃん。うん、あのあれどこだっけ。あのどこだっけあれ。ね、行ったね。どこだっけ。山奥。多摩動物園だ。あ、そうだ。あ、知ってないよね。行ってないです。うん。グラニーなのに、待って、グラニーって言った。お話しない、しない。ほら、その時に書いていたのよ、多摩動物園でフラミンゴのこと書いていたもん。パカラパカラパカラ。はい、よかったな、あなたグラニーからパパは命の恩人よ、命の恩人よ。じゃあ、ひめちゃんどれ選ぶ。あ、次私。うん、私の名前。でもこれ、奥も一回選んじゃったからダメでしょ。だから、赤。え、赤はむずくないか。え、だっけ2番目にシューズ赤色。ノーマルじゃない。問題むずくないか。ノーマルじゃない。シューズの赤色は問題むずくないか。え、ノーマルじゃないな。根拠言え。根拠調べてる。調べてる。え、なんか別現在的なグラニーなんだけど。スマホいじってなんかクイズ見てるぞ。いけんじゃない今。はっ。ダッチ、ダッチ、あいったー。無理だ。はっ。いやいやいや、おならおならおなら。いやいや、どっちもダメでしょ。俺見えない。こっちは。あ、見てるよ。見てる。ケツバット。ちょっと待ってね。普通に喋った今。今普通に喋ったぞ。ちょっと待って。あれ。おお。え、いや、違う違う違う、ケツバット。やばい、こいつ逃げる、逃げる。顔がやばい。あ、どうぞ。絶対出たでしょ。出たら出たら。ケツバットに出たら出たら普通に喋ったんだけど。第2問、でで、世界三大珍味といえばトリュフ、キャビア、フォアグラですが、世界三大料理は、え、料理どこでしょうか。どこ。え、国。国です。日本じゃないのか。ジャーニーズ。世界三大、やっぱフランスでしょ。フランス料理でしょ。イタリア。あとイタリア料理でしょ。イタリー。あと、もしかしてアメリカ。ちょっと待って、中国、中華かもしれない。確かに中国料理かも、人口的に言うと。ただ、人口だけで言うとインドかも、インド料理の可能性もあるよね。え、待って、イタリア、フランス。お、フランス。うん、その2つありそうだよね。うん、中華、和食もあるしな。え、日本も。えぇ、ジャガニーズ入ってないと思う、多分分かる。確かに。え、中国分かんない、どっちも
え、でも日本はそれ言うとさ、あの日本入れるんだったら日本、中国、インド、うん、確かにだったら分かるけど、アジア系でね。え、いや、イタリア多分あると思う。うん、ちょっと待って、いい、うん、今イタリア、フランス言おうとしてるでしょ、うん、ただね、あのインド料理と中華料理、うん、インド料理ってもう勝手なイメージね、基本カレーじゃん。中華料理っていろんなものあるでしょ、うん、やっぱ中華料理だわ、料理数で言うと。確かに、うん、思わない。カレーはカレーだから。だってさ、あのなんだ、エビチリとかさ、なんかあの麻婆豆腐とか、麻婆豆腐とかいろいろあるじゃん。チャーハンとか、でもインドでカレーしかないよ。そう、タン、カレースパイスみたいな。でしょ、だからやっぱ違うわ。中華カレーとか。いけ、本当に大丈夫。カレー先生いい。いけ、みんないけ。ああ、もっと前、もっと、もう世界料理は世界料理ね、世界料理。ちょっとイタリア料理、はい、フランス料理、中華料理、どうだ。答えは、はい、はい、シェー。違うじゃん。まず、ちょっとした雑学だけど、フランス料理の分かれたのがイタリア料理だね。はい、どういうこと。どういうことだ。日本ベースはフランス料理は合ってます。お、中国料理合ってます。ほら、合ってる合ってる合ってる。3つ目、トルコ料理です。え、トルコ、トルコ、え、あの、あれはケバブ、ケバブ、トルコ、トルコ、あのケバブ、トルコアイス、うん、トルコアイス、レバレーバー、ケバブ、レバブ、ケバブ、ケバブ、ケバブ、ということで、不正解です。本当に間違いです。ちょっと、トルコ料理代表的なのどうぞ。ケバブじゃない、ケバブだけ、あれがもう世界三大料理。え、ケバブ食ったこと、姫ちゃんが脱落しちゃったよ。わー、ありがとう。ガチ脱落、これやばいじゃん。敗者復活後であったりする。あるあるある。あるおー、ミッションだよ。姫ちゃんどこまで。え、はい、次3問目。え、姫ちゃんどこまで。え、はい、次、どこのビビを。いや、なんでもない、なんでもない。行くわよ。はいはいはい、はい、じゃあもう私、あのね、あの難易度中間のこの黄色選びます。はい、一番でかいからね。よし、来い。一番でかいか一番難しいの。え、お腹見えちゃう。大きさ、危険度じゃないの。え、違うじゃないでしょ、大きさでしょ。え、でもどうから見ても青、見てる、見てる、見てる、スマホ見てる。いきますよ、はい、来い。確実に青が安全。金メダルは何でできてるでしょうか。わかるよ。金メダルはね、銀なのよ。銀メダルに金メッキしてんの。どうだ。知らんじゃない。不正解です。間違いです。何、銅にメッキ加工をして金色に見えるのです。どうだった。しまった。どんまい。銅って言った。今銀って言った。で、ど、で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 、第4問。え、まだあるの。え、私いいの。はい。え、交代だよ。え、え、だ、だよ、奥。うん。ああ、ほんとこだ、はい。え、え、だ、いつの間に。ちょっと待って、これ難易度あるのか、なんか関係ない気がしてきたな。なんかパマだけめっちゃ難しいのしないか、ひめちゃんも。あ、けどフラミンゴも難しかったな。あ、確かに。パマがいたから助かったけど。あ、いや、では行きます。はい、ででーね、宇宙の色は何色でしょうか。黒じゃないよ、あれ。黒じゃないの。青、宇宙の色、紫。で、光当たってないと黒、暗いよね。暗いだけで、あれ実は色ないんだよ。色ないぞ、色ないぞ、これ光だけ、光だけで色自体がないはず。色だから空気の色は何色かっていうようなもんでしょ。確かに。じゃあ、ほい、色はなくて、光、だから色はない。色はない。答えは、ブブー、答えベージュです。は、ベージュ、ベージュ、さっきあのスライムで作ったなんかあの鶏肉みたいなやつ、この前の動画で、ね、入れ違いになるかもしれないけど、それは、はい、スライムで遊んだんでコストコで買った。宇宙嫌いになった。お願いします。人間は光の反射で色を認識するので、太陽光の届かない宇宙の色は目に見えません。目に見えないじゃん、ほら。それで研究員たちが銀河からの光を集めて人間の目に見える色の値に変換したところ、宇宙の色はベージュだとわかります。はい、次、でで、めっちゃ難易度高くないか。これ良くない。これ靴関係なくない。
かき氷のシロップがフレーバーごとに味が違うように感じるのは色以外に何が異なっているか。あ、知ってる。え、知ってる。全部は味は同じなんだよ。そう、うん、それはあとね、目、目、目、ヒント目、ヒント目、四角、四角、ということは角度、かき氷違うのは何。もうダメだな、もうヒント言ってあげようか。1、香り、2、舌触り、3、糖度。糖度、糖度じゃない、この3つから選んでください。え、糖度、なんて言った、なんて言った、糖度、舌触り、え、糖度、香り、糖度じゃない、チェー、香り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 、じゃあ、俺も言ったけどね。あれ？なんだっけ？ 1位香り。答えは、正解！すごい！なんで分かったのか。パパは最初に色って答えようとしたと思うけども、不正解、間違いです。あんまりにも間違いが多いので、もういけんじゃない、今。チャンスだ！あ、チャンスだ！あ、チャンスだ！あ、チャンスだ！無理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 だ！痛い！ナゲット！今痛がってた、ダメじゃった、ゴイーン、ないって言ったぞ、今痛たたってゴインしちゃった。出たくないの、みんな出たい、出たい、早く、あの、出て、あの今日焼き肉食べたいんだよ。今日あの牛タンなのよ。嘘、1キログラム食べる、食べる。え、人間のお肉じゃない、もしかして私たちのことをお肉にしてあげる、はあ、あ、もしかして牛タン食べた後、私、臭いんで、あの、この子たち美味しいと思います。私もしかないの、脂肪たっぷり、え、あなたも。私もしかないよ。はい、はい、じゃあ私ね、はい、はい、来い。第6問、はい、人間の名前が由来になっている食べ物はどれ。きんぴらごぼう、雑炊、オムレツ。雑炊じゃない、オムレツじゃないな、横文字系じゃないな、カタカナじゃん。雑炊と、きんぴら。雑炊っぽくない、雑器と、きんぴらじゃない、水みたいな、きんぴらじゃない、漢字で雑炊って雑って書くじゃん。うん、あと、もう一個なんか横文字言わなかった、きんぴらと、オムライス、オムライス、あ、オムレツ、カレーライス。違う、オムレツ、オムレツ、オムレツ、オムライスって言った、オムレツ、オムレツ、オムレツ、ライスじゃないんだな。雑炊のキスなんかわかんない、金って書いて平らにするよね。え、でも分かった、きんぴら、きんぴらだ、なんでか分かる、きんぴらさん、あ、知ってる、ね、昔ね、その貧富の差をなくすための料理っていうことね、誰でも気軽に食べられますよということで、金が平ら、ちょっと慣れてる、ちょっと一昔前のこと、石力総中流みたいな、みんなね、基本的人権、ね、貧しくもないし、いろんなもの食べられますよと、生活できますよ、安心してねっていう意味で、きんぴらができたんだ、金の平ら。基本的人権、答え正解ですけども、理由は間違い。基本的人権、はい、坂田きんぴらという架空の武将から来ています。きんぴらさん来たの、あ、やばい、バカにした、金太郎の息子という、まあ、架空のですね、やばい、あ、金太郎の息子がきんぴら。じゃあパパが金太郎だったら、まさかに勝てた金太郎さんだったら、オウくんが金ピラになるの。金太金ピラくん、チンピラじゃないよね、チンピラじゃない、チンパンジ、じゃあ姫ちゃんは、え、チンピラ、金子、オウくんは金ピラ、死ぬ、パパは金太郎、え、金太でいいじゃん、金子、金子の金ピラ、オッケー、じゃあ正解ということで、すごい、今のところパパがオウくんだけじゃない、正解、正解した、正解した、全員正解したから、次のステージいい、あ、こう、なんか次のステージあるのよ、ほら、実はこれ、え、僕と行く、じゃあ行こう、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 はい、今のところ全員一問ずつ間違えているということで、代表者パパ前、え、パパ前、私前、何、私前、パパと油断室、いい、いいっすか、前に座る、はい、ここ座る、え、前に座る、はい、3つ間違えて代表者は、はい、何？あ、めっちゃ、あ、戻ってよ、へ、お、俺が叩かれるの、俺が悪いのか、間違えるとパパの頭が痛くなります。じゃあ行きますよ、はい、第7問、は
も違う、ね、間違え、頑張れ頑張れ、間違えるなよ。食パンの正式名称は何でしょうか。食事パン、主食用パン、朝食パン。朝食？違うね、朝食じゃない。食事パンか主食パン。いや、主食パンじゃない。主食パンだと思う。主食でしょ。いや、わざと間違える、ね、だもんね。主食、主食パン、主食パン、主食パン、そうそうそう、よろしい。正解、まあ、朝食べる。あ、まあね、まあ、朝はパン、パン、パン、パンってあるもんね。でもご飯とさ、パンあったらさ、私ご飯、私もご飯、私もご飯。次の人いきます。はい、第8問、おいでるじゃん。本当にあったオリンピック競技はどれ。どれ。1、魚釣り。2、山登り。3、早食い競争。早食い競争、早食い競争、昔オリンピックじゃなかったよね。よくテレビであったもんね。大食い対決はあったけど、早食いは亡くなった人がいるから危険だし、亡くなったはず。あ、そうか、テレビか。うん、それオリンピックではないと思う。確かに、うん、そう、山、テレビのバラエティの番組だったから。いや、山登りじゃない。山、魚釣りはないでしょ。山、サメ釣り。いや、山、本当にそれでいいのか。え、え、違うんだ。じゃあ違うんだ、違う。魚、魚釣りってこと。魚釣りなんか、いや山でしょ。いや、魚釣り違うと思う。魚、答えは正解。出たー、ほらー。1980年のパリオリンピックで行われました。なんで、なんで。1900年、魚釣りあったんだ。魚釣りと書いてます、ね。子供の頃じゃん。え？え、間違えた。覚えてないわ。ひいおじいちゃんが、ま、ちょ、僕生まれてません。ひいおじいちゃんになっちゃう。ひいおじいちゃん、待って、ちょ、ひいおじいちゃんがちょうど生まれて、僕知ってる。まあ、でもひいおじいちゃん、二度目の人生。ひいおじいちゃんぐらいじゃない、マジで。俺、何で座ってんの。え、ちょっと足痛いの。頭叩かれたから。ここ叩かれて、こう下に抜けたから、衝撃が。ちょっと待って、みなきょうチャンネルも見てあげてよ。ガチで、ね、これきょうチャンネルで使われてるから、うん、お願いよ、うん、見てよ。きょうチャンネルでここ使われるから。あ、そう、いいから。あ、はい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 、はい、ぶひでね、はい、第9問、はい、実在する魚はどれでしょうか。1、妹。2、おじさん。3、父親。あ、なんか聞いたことあるかも。え、妹、おじさん、父親。おじさんだと思う。はい、ドゥ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 、正解。そう、そう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 。顔に長いひげがあることから、おじさんのように見えるので、この名前で呼ばれるようになりました。よく頑張りました。すごい。ということで、一発かな。え、一発なんで？あれ？全正解してるよ。全正解したら、一発。もう一発殴ったらいいよ。うん、一発殴ったら？正解誰？どうだったっけ？正解した、はい。俺正解した。正解した。あ、じゃあ逆に一発。え？あ、違う、なんでもないです。次のステージお願いします。あ、じゃあ靴持ってきて。はい、はい。靴持ってきてって。これ最終ステージじゃないか？え、次俺？脱出用の白前があるぞ。本当だ。あれが手、脱出。いるんじゃない？ウィーンって。よし、俺が運転席。知らんけど。じゃあ、一番後ろ。一番後ろ。ちょっと島田君。オッケー。3人で何人なのかな。狭いやつなんだ。行きます。はい。ラーメン。間違えた。ラーメン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 。第10問でで。ラーメンを初めて食べたのは誰でしょう。伊藤博文。織田信長。徳川光圀。光圀って誰？見とこあまんよ。ドゥンドゥ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 。そう、このラーメンでしょ、ラーメンでしょ。あ、ラーメン中国からだからね。あの、今のラーメンみたいな形じゃなかったんだよ。中国？あの、なんかね、こんな塊みたいな、うどんもそうだったけど。あ、ちょっと待てよ。え、いや、違うわ。織田信長だわ。空海あたりから考えると、そうなんだ。信長1500、伊藤博文は最近。ちょっと前だからね。で、光圀さんもそれ以降だからね、うん、あの徳川幕府のあれ
将軍じゃないね、将軍じゃないね、将軍じゃないね、将軍の妹、何でも将軍じゃないけど、そうだ。答えをどうぞ。織田信長。ドゥ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 ブブー。正解は徳川光圀です。光圀じゃん。外国の文化を知るために旅立ったと言われています。じゃあ僕も一回だけ。悪いんじゃないからね、一発殴られない。でーでー、11問。日本で2番目に高い山はどこ？どこ？1、富士山。2、高尾山。3、北岳。はい、北岳って。高尾山はこの間みんなトリックアートに行ったところでしょ。あったでしょ。うん、うん、あそこで雪なかったもんね。ないですね。富士山あったもんね。あそこね、700m ぐらいあったんですね。大したことないよ、大したことない。富士山が日本一じゃない？そうよ、日本一だからね。じゃあ、消去法でさ、もしかしたら1位、隠れ1位がいるかもよ。ミナラロ以上に、3776以上。実は、地上から山だとしたらそうなんだけど、エベレストも実は、海底から測ると世界一の山じゃないんだよ。そうなの？うん、ね、グラニー知らないぞ、知らないぞ、多分知らないと。これマジだから、この情報皆さん調べてください。富士山じゃない？日本一の山っていうもんね。うん、いけ、姫ちゃん。これ日本一でしょ。パパも言わないわ、どうせ間違えても叩かれるから。さあさあ、北だけ。正解！やったー！おー、隠れ1位なんてのは私は聞いたことがない。何隠れ1位みたいなこと言ってるの？ほんと、エベレスト。エベレスト、はい、エベレストは山じゃなくない？山だよ。世界一位。あ、そうそうそう。では、私その前に、はい、一つもう間違えてるから行くよ。あ、痛い痛い。びっくりした。草。めっちゃ草やん。はい、ケーピン。氷を電子レンジで温めるとどうなる？1、溶けて水になる。2、蒸発してなくなる。3、氷のまま。これ前なんかあったぞ、あったぞ。これはね、氷のまま。氷を電子レンジ。そうです。3じゃない？ 3じゃない？溶けないですよ。3、氷のまま。ででクマに襲われた時のポーズ。あ、そうなの？正解！よし、やった。みんな間違ってないから。みんな正解だから、もう挫折。でもこれ間違えたよ。あ、じゃあママ叩かれたじゃん。うん、そうか。え、OK ですね。納得いかないみたいです。え、なに？え、俺が正解したからダメなのか？気にならないな。じゃあ試験にしたら。私の私クイズ王だからね。何曲来い。100人の壁。三択問題だったら 33% の確率で正解するから。壁の100の壁。何でも来い。OK です。特別問題。はい。猫の平均の睡眠時間は1、8時間。2、14時間。3、20時間。え、ヨガ？猫でしょ。猫は寝るからね。20時間もこれ余裕です。はい、どうぞ。でんでん、じゃあ俺1番。でんでん、ブーン。はい、やった。めっちゃ喜んでる。はい、ケーピーガシャン。はい、ケーピー。何時間？ワンちゃん20。猫ってさ、意外とさ、ワンちゃん20でしょ。犬よりじゃないと思う。14時間です。わー、じゃあ、休日の姫ちゃんじゃん、じゃあ。いや、俺は猫ってこと。うん、俺は、学校の日は、8時間。8時間か9時間でね、お休みの日でも多くは大体。姫ちゃん、休日は14、5時間だからね。うん。ね。ということで、バイクに乗って、乗れたら出てもいいよ。え、あれ？もう、あれじゃない、なに？俺を叩きたかっただけなの？そうじゃない。だからスペシャルモンスターじゃないな。よし、じゃあちょっとバイクにね、ちょっとまたがってみんなでお脱出しようぜ。うん、このバイクに乗って、ここまで進めたら出てもいいでしょう。シェー！余裕じゃん。1番1人ずつじゃん。2番3番、パパのこと何も数えなかったよ。
なんだなんだ。危ない。めっちゃ危なかった。上にしちゃうからね、急発進すると。じゃあここに座っとこう。右ハンドル。 あ、足になるの。ひめちゃん初めて乗るね。バイバイ。やっほら。オッケー。次は20。もうちょっとじゃない、もうちょっとじゃない。もういいよ、壊れる壊れる。なんかひめちゃんがこれ乗ってるの初めて見た。なんか合わない。合わない。男だと多分合うと思う。じゃあパパ合うんじゃない？あれ？せーの。ガチ。ちょっと待てよ。ガチャ前へ。これでし。何？じゃ乗って進むから。乗って進んで歩いてダメよ。ちょっと体重かけるよ。あ、本当だ。重すぎ。ちょっと待てよ。せーの。もう二人とも出しすぎてるもん。いや、俺も。いや、ダメダメ。進んだよ、これ。バイバイ。おしけ。ちょっと待って。引っ張って。先に焼肉食しとくね。引っ張って。ちょっとエアリング乗ってみるから、乗って。よし、固めましょう。で、これちょっと持っといてあげるよ。いや、ダメ。ああ、それダメなんだ。おお、いける。メガネかけたぐらいに初めて見たね。みんな気がついてた。じゃあもう脱出だね。俺渡す。あんたがグラニーの番だ。だって乗れないから。ここ踏むんだよね。ダメだね。はあ。バイバイ。ゆうちゃん食べに行く。ちょっと待て。俺も焼肉食わせてくれ。壊してくれ。あ、痛い。ちょっと待って。はっ。え、マジで行った？マジか。いる？今回のパパ子はここにいたわよ。みんな、わかったかしら？動画も